こんにちは、3D キャラクターアーティストのシンミンジョンです。パーツ1講座では、ブレンダー初心者の方でも、簡単に学べる 3D モデリングについてお伝えしましたが、今回のパーツ2では、アップグレードされた、スカルプト・ポリトポロジーを加え、キャラクター作成のすべてを公開します。一人で悩んで作った 3D キャラクターの不自然なところを解決する方法を探していますか？ 3D キャラクターの出来栄えを左右するキャラクターの基本形をしっかり身につけてみましょう。しっかりとした基本スキルでどんな表情でも高い完成度で実現できます。感情が伝わらないキャラクターからは卒業。嬉しそうに笑う表情から泣き顔、怒りの表情と生き生きとした姿勢まで70以上の例題でマスターできます。人体のスカルプトからメッシュを最適化するリトポロジーのコツまで体験できるのは功労そうでだけです。